ちは。こんにちは。こんにちは。さあ、はい、高校球児、はい、いやいいっすか、ね、なんかもうお代わりいただいて。いやいや、まだ居座ってるもうよかったね、一本で。いや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 、もうそれもうちょい、もうちょい、ね、もうちょい言ってください。まあお前らも野球大好きでしょ。はい、ね、まあ高校球児っていうぐらいだから。字は違ってもな。はい、高校してるか、お前。親高校の高校。もう 今まだ親不孝です。まだそうだな。まだまだ高校球児です。そうだな。まあそこで、はい、ね、まあベストナインではないけど、はい、まあルーキーで、今年目立ってるルーキーで、はいはい、まあキャンプだけどね、はい、まだ目立ってるのがチームを作っていこうと。なるほど。ああ、いいですね。面白い。知ってるだろ、ルーキーの。まあ、お前好き、まあ、お前ら好きだもんな。まあでも高校メインなんで。まあ高校だけど、その高校からドラフトされたとか、まあまあアマチュアからドラフトされたっていうことをよく分かってるわけ。彼はもう特にもう相当掘ってますから。いや、掘りすぎたでしょ。はい、いや、下ネタじゃないですよ。いや、わかんない。折れないよ、お前。そんなまあまあいいけど。はい。それで、まあ、ワンチームを作ってみよう。行きましょう。いいですか、やりましょう。それで、なんか持ってる。ありますよ。資料みたいな。はい。何？こちらです。出た。はい。2021プレイヤーズファイル。いいね。いいね。これだからすごい、これ、ね、お前もわざとらしい、なんかすごい変な間できたね。ちょっと心配だ。思ったより短かったよ。それで、はい、こちらで中にいろいろ詳しい。そうそう、これすごい優秀なんですよ、このメーカーって。事細かに書いてくれてるんで。いや、優秀なんだけど、はい、俺には全く何も見えない。老眼鏡を持ってください。まあ、老眼の案件いただいて、ちょっとそうだな、案件でね、案件だらけにして、まあその中で、はいはい、まあ決めていきたいと思います。大丈夫ですか、今。今ちょっと、今ちょっと気づけて、今大丈夫ですか。そういうの気をつけてください。まあまあ、ちょっと扱いにはな、はい、昔もグローブ投げて炎上してました。なあ、あんなグローブ投げていいんだよ。グローブぐらいみんな投げるわな。違いますけど、やっぱレジェンドがやっぱ趣味の人じゃないですか。見たいんですよ。バッティングはまあまあでしたけど。おい、ちょっと待って、気に捨てならんな。おい、バッティングはまあまあでしたけど、まあ足と、まあ守備の、まあ、ちょっと待って。俺ね、守備とか足よりもバッティングが一番自信あったから。まあどっちでもいいんだ、そんなの。まあ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 、そうそうそう、その人が、はい、なるほど、そうそうそうね、はい、そういうことで、はい、決めていきましょう。まず、まあ DH も含めるか。あー、DH ありで、あり、はい、なくていいんじゃない。豊さんが提案してきたんですよ。ちょっと面倒くさかったんですよ。いやいや、面倒くさくはない。DH な、DH あるな。はい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 、はい、じゃあピッチャー。ピッチャー、じゃあお前から言わせて。いや、もう、まあまあ、それはもう早川くん、楽天、楽天、早稲田から。これはでも僕もそうか。いや、僕もう早川くんしか知らないですもん、ほぼピッチャーですよ。知らないだけだろ。平内って知ってる？いや、知ってますよ。いや、平内でもいいですね。巨人です。お、知ってる、はい、いや、そんぐらいは知ってるな。知ってます、知ってますよ。いや、俺も早川だな。早川くんもいいし、はい、いや、あとまあ入江くんとかもいますけど、確かにその、まあ確かにな。とか、いや、でもね、いろんな人の投げ方見たけど、ルーキーの無駄がないわ。お、早川、多分10勝はいけると思う。お、2桁ですか。うん、フルシーズンやれやね。でもそうなったらもう楽天とんでもないことになります、今年。とんでもないな。すごい、ピッチャー陣すごいっすから。マークも10勝する。則本復活する。そうですよね。岸は10勝する。涌井も10勝するみたいな。どうしちゃうの。楽しみっすね。楽しみっすね。じゃあ確かにルーキーだけでチームを作る中の、はい、やっぱりピッチャーは早川でいいか。まあこれはいい、これはいいな。これは満場一致じゃないですか。満場一致だな、ね、3人しかいないけどな。ちなみになんか今ちょっとなんかいる、言いたけど、いやでもちょっと話に出てたんですけど、広島の大道くん、八戸学院、あれはいや本当いいっすか。いや、いいけど、はい、早川がいるんだったら中継ぎ抑えていいんじゃないか。なんだ、納得してない。いやいやいや、じゃあ譲りましょう。じゃあお前、いやちょっと待って、お前が監督だったらどっち選ぶんだ。先発っすね。いや、どっち、じゃあ2人います。はいはいはい、ね、1人やるよってお前のチームに、はい、どっちと。早川。じゃあ早川。なんか光栄になっちゃって。じゃあ書いてきますね。いや、やっぱ早川ね、サウスポーってやっぱね、貴重じゃないですか。まあ貴重だし、うん、やっぱね、投げ方が完成品だわ。おお、いや、無駄がないもん。そこじゃあ豊さんと違うとこっすね。じゃあまあちょっと違うな。だからバッティングでもよく言ったろ。はい、無駄があるやつはダメだよって。はい、無駄なくせって。はい、ね、全然成長してないみたいな。
はい、すいません。はいはい、はい、ドラフトの中でキャッチャー、キャッチャー、はい、中継ぎとかいいですか。あ、そこも中継ぎ、中継ぎやっていく、いきますか。後ろもちょっと飽きてません飽きてない、飽きてないです飽きてないけど、中継ぎ、中継ぎだったらもしかそれ関係なしに何人かで、じゃあ今のだからあれでいいじゃん、大道、大道で、うん、あの代打の方じゃないですよねバット短いの、バット短すぎる短いの作れっていう、こっちじゃないです大道さんじゃなくて、はいはい、大道くん、いや大道くん絶対いいと思いますよ、あの、広島のピッチャーこれ本当いいんで、いや、いいのは分かった、うん、でも先発早川でしょ、はい、先発はじゃあ、はい、で大道は抑えにしよう、抑え、あ、いや、ありかもしれないです、 なるほどなるほど、三振取れるし、はい、で、中継ぎに誰、いや中継ぎ、そうっす、俺ははい、ヤクルト2位の、はい、左の、わかるでしょ、わかんない、はい、何、はい、いや、いいっすよ、山野、違ったっけ、違う、これね、うん、後輩なんすよ、あそういう、そういうことですか、高校の後輩俺以来高校から入ってないから多分そう、あ、そうなの、そうなの、もうちょい入ってると思う、いや、全然入ってない、入ってない、入ってない、全然入ってないんだよ、大学で負けてないんだから、あ、それだけじゃなくちゃんと成績というか、いや、それと左だし、はいはいはい、で、右でしょ、で、中にはやっぱこう、左が欲しいじゃない、はいはい、山手でよくないよくないって言われちゃう早川左、早川、あ、早川左やなあれあれそうやな、なんか早川左、これは、まあ、山の点じゃな、忖度枠で高川学園ね、いやいや、だから先輩の言うことだから、投げろって言ったら投げるでしょ、痛いや外野言うなよ、ね、それいけるでしょいやでもいいですよ、自分山野君あの実際に見たことあるんで、いいだろう、はい、あの東北市の試合よく見に行って、あのコントロールが安定してるよ、そうそうそう、コントロールはいいんだよ、じゃあいいかもしれないですね、先発早川選手、中継ぎ山野選手、抑え大水、左っていいんですか、左左左左右でいいね右左左じゃない右左右で左左右で違うんです、いや、はい、キャッチャー、キャッチャー、はい、はい、自分は古川君がいいんです、どう、2チャム丈夫大、古川いいって言うよな、丈夫大の古川君は、そうそう、強肩なんです、めちゃくちゃ、いやいや、今年からいけるんじゃないかっていう、ああ、そうですね、本当に、いや、今年からっす、いや、日本ハムのキャッチャーがちょっと誰かっていうのは、宇佐美もあれだし、うん、清水もあれだし、なんかね、ちょっと迷ってるらしいよ、なるほど、だからあり得るよな、いや、だから大学生の中の保守で言ったら多分ナンバーワンかなって言われてました、うん、実際見たんだろ、古川君は実際には見ました、面白いため作ったから実際には見てませんの、まあ、一応多分売り出しが強肩強打なんですよ、はいはいはい、で右投げて左打ちなんですけど、うん、強打っていうのはもうさておいてキャッチャーとして成立するから、いいですいいです、肩めちゃめちゃ強いですか、境田は阪神、あ、阪神境田選手、一回一回、あ、これか、境田勇気選手ですね、うん、立命館ね、うん、いや、まあでもどうですか、小室さん、まあでも立命館って最近いいピッチャーが出てるよ、ね、出てますね、そうですね、だからそういう意味ではキャッチャーも一緒に育ってるっていうことだろうな、あ、いいピッチャーの球を受けて、そう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 、だからあの DeNA の坂本くんの球を受けてたんじゃないですか、もしかしたら、まあ、それはそうだろうな、あ、でもいやいや、だからそうだ、バッテリーですからね、バッテリーですから、いや、だってプロに入るぐらいだから4年の時に出てきたっていうわけじゃないでしょ、もう、あ、そうですね、ずっと被ってるでしょ、いやでも顔もちょっと優しい感じで、優しいのはダメなんですか、ダメですか、なんかね、人が悪そうな顔してないと、いや、あ、キャッチャーですか、キャッチャー、一回じゃあ古川君の顔見、はい、一回古川君のじゃあ顔どうですか、でも優しい、どこ、どうす、まあ、人が良さそうだ、今のキャッチャーは人が良さそうだ、めちゃめちゃ高青年、新世代、まあ古川でいいんじゃない、ああ、そこは、いや、いいと思いますよ、本当にいいと思います、古川年俸いくら、年俸が900万です、よし、帰っておけよ、はい、900万あ、900万、これはお前、全員で1億超えたら罰金だから、そんなルールありました、1億円ぐらいで、まあ、チーム作らないと、なるほど、そうですね、わ、うん、かりました、じゃあ900万、はい、はい、はい、ファースト、ファーストですか、俺が将来的に見て、魅力があるのは秋広だな、あー、まあ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 、あれはプロになれたら長打も打てるようになるし、そうっすね、
いや俺は魅力はあると思う、センス抜群だし、2メートルのファースいたらお前どこ投げたって取るでしょ。まだ秋広くんあり、まあまあ秋広くんですよね、まあ、すごい言われてますね。でも高校時代ファーストも多分やってたと思う。やってた、やってた。やっぱねピッチャーもやったことあるだけで、まあそうですね、送球もいいんだよやっぱコントロールが。でも魅力しかないですからね、魅力しかない、あの体格といい。そうだろ、はい、じゃあ秋広で年俸は、年俸何位だっけ、5位、5位とか、5位か6位か、そうだ5位、5位、年俸540万っす。 おいいじゃん、いいっすね、めちゃくちゃいいじゃないですか。いい動機でもお前高校から出て540万もらえるんだよ。いやいや欲しいっすね。高校生より低いっていうことですよ、ね、いや違うんだ。いやいや、だからもう本当にもうおんぶに抱っこっすね。そうだろ、ついてきますみたいな。はい、そうですよ、もう彼のためにラーメン作ります。そうだ。はい、セカンド、はい、二塁者、でも2人ともだってセカンドの人ですから。まあやっぱタイプ似てるもんね。そうそう、やっぱ同じタイプだから。お前3投身だろ、4投身だろ。いやいや、豊さんも 3.5 ぐらいですよ。いやいや、お前は3だろ。だ自分も3です。どこで接点ですか。お前より上だったら3投身も4投身も変わんないんだよ。いやここはね難しいですけど、どうすか。これは、はい、これはやっぱちょっとちゃんとして豊さんと一緒だと思う。え、阪神の、お、はい、阪神の中野か、中野選手、中野か、ヤクルトの、元山くんね、うん、お、あ、それ来た。この2人のどっちかにするな。あ、自分はそうだ、マキだ、マキだ、いたわ、まさに。あ、いや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 、ちょっと、いやいやいや、ちょっと、でも年俸が高い、その前そう、マキくん多分年俸高いと思う。あ、でもマキだな。あ、忘れてた、後輩ですもんね。そうですよね。いや、マキはいいよ、バッティングで。やっぱ中軸打てるから。大学の時も。でも牧は俺ひょっとしたら DH ですか。あら、 DH は置いとくかも。セカンドじゃなくてってことですか。だから元山か中野、はい、阪神。おお、いや牧は DH だな。おお、ちょっと守備はあんまりいまいちこう分かんない、まだ。でも元山と中野はまあそこそこ守れるし、で中野っていうのはセカンドにすることによって送球が安定してくると、うん、ちょっと送球に難があるからね、ショートから。元山だな。あ、元山選手。自分はもう牧選手。うん、もう俺は牧は DH に使う。あ、そこの使い方で。じゃあちょっとあれですね。そう、あのセカンドの守備使うか。入るよメンバーには入るけど、一回保留にしようじゃん。え、セカンドは保留。豊さん絶対折れないから、頑固だから。頑固だから。分かってる。いや、当たり前じゃないですか。なんでいつ分かった。どんだけ付き合わされてるの。そう付き合わされてる。サードサードから行きますか。サードは一人しかいないだろ。自分は、はい、佐藤だろ。あ、お前誰、お前佐藤使わないの。自分はあの東横浜西武のドラ1、あのでかいやつ、渡辺君、うん、いや、いいっす。何がいいんだよ、佐藤。佐藤使わない。いや、お前佐藤忘れてんだろ。だ、秋広失敗したと思ってんだろ。いやいや、お前絶対そうだ。失敗とかやめてください。いや違う違う。いやめちゃくちゃいい。ちょ見てみ、西武の。西武のね、はい。結構長距離砲なんですけど、うん、あの柔らかいんですよ。いや、それ柔らかい。わかる。わかる。いや、わかるわかる。あのでかいのでしょ。渡辺君です。ごめんなさい。渡辺。はい。渡辺健人選手。は自分結構。買ってんの。はい、でかいっすね。俺はやっぱ阪神の佐藤か。阪神結構、いや、いいですね。え、でも佐藤君外野でもよくないですかって思っちゃいましたけど。いや俺外野では考えてるやつがいるから。あ、もう決まってる人がいるんですか。もうえらい決まってるよ。マジっすか。でショートは、はい、俺は広島の矢野。アジアですね。アジア、はい、この守備は魅力だわ。足よく動くし、肩強いし。どう。いや、だから俺は元山と中野をセカンドにコンバット。ああ、自分は牧君をセカンドに置いて元山君ショートだったんですよ。矢野はどうするの。矢野君は補欠。いや、まあタイプ的にはまあ矢野君いいじゃないですか。左でセーフティーできて。いや別にセーフティーやらさなくて、足も速いし。足も速いなんですけど、元山君の方がちょっとこのなんか坂本選手に近い感じの、まあ、守備範囲も広いし、うん、いや元山君、本当、いや、いいよ、見てましたよ、うん、はい、悪くないよ、でも俺、あの矢野のあの足の動き方、運び方っていうのが好きなの。どうするそれ。まあまあ、
まあ、いや、矢野君もいいっすよ。いや、カッコにしとこうよ。え、どこっすか。今、カッコいっぱいありますか。まだ二遊間、保留ですよ。二、三、二遊間保留でいい。サード、サードどうしますか。サード、サード、佐藤。いや、渡辺君だよ。ちょっと、あ、もう、全部カッコじゃん。お前もカッコ。いや、佐藤君は外野だって。外野じゃなくていいじゃん。内野佐藤君ライト、内野に持ってこい。先じゃあ外野行きますか。外野行こう。あの、ここもだから。じゃあ外野は、俺は、あの、並木、磯畑、はい、これ抜けないよ。いやいや、あ、ちょっとなんか中央、違うなんかひいきしてますよ。いやいや、足が速いからとにかく。いや、ちょっとやってますよこれ。何をやんだよ。何をやってる。大学の流れ作ってますよね。なんか山野君のがちょっと怪しいと思います。いや、そんなことないよ。中央大ベストなんじゃないですかこれ。いやいや、それだけやっぱいい人材が増えた。まあまあ、それはでも、まあ、磯畑君いいです。いい選手多いですから、ね、磯畑いいだろ。いいです。あいつは並木、足のめちゃくちゃ速い、はいはい、この2人がお前センターライトに守ってたらあそこ抜けないよ。え、じゃああと1人どうですか。あと1人ちょっと考えてみて。あ、じゃあここにコンバートいいじゃん。あ、だから自分佐藤君入れる、はい、佐藤入れるか。じゃあでレフトに磯畑君と、はい、あと中日に三好君。あ、三好君めっちゃいいんすよ。分かってる分かってる。三好君おととしまでピッチャーでな、はい、1年間でプロに来たというバッター。そうそうです。いや、それレフト入れよ。じゃあ、え、じゃあ佐藤は、じゃあまたそこまたいや渡辺君は入り、渡辺君 DH でもいいわ俺は。じゃあ、あ、そうか、指名打者もありますもんね。あ、そうだよ、俺は牧だ。指名打者決まんないわ。ちょっと待ってください。じゃあ、じゃあ外野まず。だから俺が決めた夫人と横にお前たち2人が決めてるのをカッコにしてる。じゃあ佐藤がサード、サード、はい、うん、ショートに矢野、まあ、矢野くんもいいですね、はい、うん、いや、いいと思います。で、セカンド、牧、はい、あ、牧は DH、 あれ DH、うん、はい、元山くんすか。元山でいいな。で、レフトに、はい、三好だ。ああ、中日ので、センターに並木、はいはい、で、ライトに磯畑。センター2人で守りだしたいけどね。並木と磯畑。どっちが早く取るか。もう抜けないですね、これは。抜けないでしょ。抜けないです、抜けないです。でも外野手のバッティングとしてはちょっと弱いけどな。まあまあまあ、そうですね。まあ、それはしょうがないな。お前はいいんすか、自分。いいよ。カッコ、カッコしといて。まあだから、俺は二塁手を牧、はい、選手。サードは渡辺君。ああ、そっか。まあ魅力だけどね。あの長打力は、ショートが元山君、元山君外野だね。で、センターが磯畑君。はいはい。もう逆らうもん。で、ライト佐藤君。で、レフトは三好君。まあ DH はまあ、はい、矢野君。ここが矢野君。矢野かお前、やけくそになってたろお前。いや、DH は、はいはい、まあいい、誰でもいい、誰でもいい、いいのかよ。まあいい選手がね、いい選手が。まあということで、はい、まあ決定という。でも楽しみな選手が多いよな。いやー、多いと思います。いや、僕もちょっと勉強になりました。いや、でもさ、はい、ドラフト1位2位が即戦力だけどさ、はい、なんか下位の選手たちも、はい、特徴を持ってて面白い選手が多いよな。いますね。でも今年は特にそうじゃない。はい、楽しみでしょ。はい、お前何めんどくさくなってる。はいはいはい。なんか回せよ、頭お前。それも豊さんじゃないですか、それ。何が。で、人かぶせてくんなよ、お前。序盤めんどくさい。でも今日出た選手ちょっとやっぱ注目したくなりますよね。そうだね。はい。はい。ありがとうございます。